私は桜木里奈です。初めて映画に出演しました。私が演じたエナは、あの日以来、突然耳が聞こえづらくなってしまった女の子です。それただ黙って聞いてるからでしょ。あなたが入社したらどんなメリットがありますか？それは。すいません、補聴器です。そのせいで、就職活動もうまくいきません。もう会社辞めちゃった。嘘、あんないいとこ入れたのに、生活はできてるの？耳かき店って知ってる？ある時、友人に耳かき店での仕事を紹介されました。新人さん？すいません。そこで、今日が初めて。彼女はいろんなお客さんに出会います。なんか喋った方がいいですよね。私、静かなの好きです。すいません、自信怖くて。そんなお客さんの一人に、彼がいました。はい、彼女は何がしたいのかわかりません。よかったら、一緒に。でも、恋をしました。ただ生きてるだけ、何も考えず、ただ生きてるだけなんだなって気づいちゃって。耳って変態ですね。河村君って写真やってんの？お前だけやめろ。お母さんはこの近くにうまいラーメン屋あるの知ってて。なんかここにいるとさ、話聞けて賢くなる。俺中卒なんですよ。キャンパスライフってなんか響きいいっすよね。そう、オッケー。ここの海を見た。そして気づいたようです。自分のことを。耳を、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 書く女。